ドッスン。マスクザフリーマン TV。 はい、こんにちは、マロです。なんかね、左目がね、目バチコになりかけみたいな感じで腫れて痛いんですよ。で、ちょっと腫れてるからですね、人様に見せれるような顔じゃ今なくて、まあこういう時には仮面かぶっててよかったなって思うんですけどね。え、そんなもんなくても見せれる顔じゃないって、やかましいわ。さあ、いくで。さて、僕のチャンネルではですね、たくさんのアップル製品だとかアップルに関する情報をね、お伝えさせていただいてるんですけども、いや、今年もですね、WWDC が終わりまして、まあ前半ようやくね、ちょっと落ち着いたかなと思いますね。まあ、事前にリークされてたね、あのアップル純正のヘッドホン AirPods Studio だとか、ずっとリークされてるね、あの忘れ物防止タグの AirTag、まあ、こういった製品はですね、結局発売されませんでしたね。 AirTag は本当いつ発売されるんだっていう感じですよね。まあ、去年からずっとリークされてますし、あの AirPods の探す機能をですね、流用したようなアイテムですから、まあ、そんなに技術的にも難しくないようなアイテムですし、出し惜しみするようなもんでもないと思うんですけどね。まあ、今年はですね、感染症の影響が背景にあるかもしれませんが、まあ、サプライヤーに影響出てるんで、たくさんの製品の開発っていうのは難しいでしょうし、やっぱりメインの iPhone12 だとか、まあ、Apple シリコン搭載のね、 Mac なんかに力入れたいでしょうし、まあ、そういったこともですね、背景にあるのかもしれませんね。そして今年後半メインといえばですね、やはり iPhone12 ですね。まあ、12に関してはもうすでにたくさんのね、情報がリークされてまして、もうなんなら去年 11 Pro とかが出た後にすぐ12の情報出てましたからね。まあ、僕のチャンネルを見ていただいている方だとか、ギーク系のね、記事を見ていただいている方は、まあどんなものなのかだいたいイメージできてると思います。まあ、5G 対応で昔の iPhone のようにですね、エッジの効いたデザインで、まあ、なんだかんだね、今年も非常にワクワクするようなモデルになると思うんですが、まあ、最近はですね、 10R だとかその11だとか、通常モデルとハイエンドのプロモデルと分かれて発売することが多いですよね。なので毎回どっち買えばいいんだってね、悩んでる方たくさんいらっしゃると思います。というわけで今回はですね、通常の12モデルとハイエンドのプロモデルの違いをですね、簡単にまとめてみたいと思います。まあ、今年 iPhone 買いたいんだけどどっち選べばいいかなって悩んでる方はぜひ参考にしてみてください。まずディスプレイに関して、ディスプレイにはこのような違いがございますね。サイズが違います。通常の12は 5.4 インチと 6.1 インチの、まあ、2種類。そしてハイエンドのプロモデルはですね、 6.1 インチと 6.7 インチの2種類となるみたいです。今回噂されてる 5.4 インチは新しいサイズですね。まあ、個人的にはね、12 Pro もですね、 6.1 インチではなく 5.8 インチ継続してほしかったなと思ってます。 iPhone って基本的にどのモデルもアスペクト比が一貫してるんで、他の Android スマホと比べると結構横幅でかいんですよね。サイズが大きくなればなるほど横幅でかくなっちゃうんで、ですから使ってみると iPhone11 の 6.1 インチとか結構でかく感じちゃうんですよ。まあ、より多目的な用途に適したプロモデルはですね、大きなディスプレイの方が便利だとは思うんですけどね。ただ今回のモデルは若干ベゼルもね、細くなるかもしれませんので、まあ、今の iPhone11 シリーズとかよりはちょっとね、本体が小さくなるかもしれません。まあ、5.8 インチからあまり大きくならなければ個人的にはまあ買いだと思うんですけど。そしてディスプレイのグレード、現行の11シリーズはですね、11が液晶のレティーナディスプレイ、そしてフラグシップの11プロモデルはですね、スーパーレティーナ XDR ディスプレイという有機 EL ディスプレイがまあ使用されてます。まあ、このように差別化されてるわけですね。ただ今回のモデルはですね、通常の12シリーズ、そしてハイエンドの、プロモデル、すべてが有機 EL ディスプレイになるみたいです。ただ微妙にですね、差別化はされてまして、通常モデルはスーパーレティーナディスプレイ、そしてハイエンドのプロモデルはですね、スーパーレティーナ XDR ディスプレイ。ぶっちゃけここに関しては一般的な用途ではほぼわからないレベルなので、まあ、あまりここにこだわる必要はないかなと個人的には思ってます。ただフラグシップモデルはサムスのディスプレイが使用される可能性が高くて、 Y オクタと呼ばれるね、タッチパネルとディスプレイが一体化となったより薄いディスプレイにする技術が採用されるかもしれません。ですから本体の厚みだとか重量にですね、ちょっと影響が出てくる可能性がございます。そしてリフレッシュレート、通常の12シリーズは今まで通り 60Hz のリフレッシュレートに対応。そしてハイエンドのプロモデルはですね、 iPad Pro と同じモーションテクノロジーが採用されまして、リフレッシュレートが 120Hz に対応すると言われてます。まあ、これは iPhone に限らず、今 90Hz だとか 120Hz だとか高いリフレッシュレートに対応しているスマホがどんどん増えてきてますね。ディスプレイに関しては一番このリフレッシュレートの差が大きいんじゃないですかね。例
えば人気ゲームのフォートナイトとかは iOS 版でも 120Hz のリフレッシュレートに対応してますし、まあ、そういったゲームだとか 120Hz に対応してるアプリなんかをよく使われる方にとってはここはめちゃくちゃ大きなポイントだと思います。中には本当は iPhone 使いたいんだけど、まあ、やるゲームが 120Hz のリフレッシュレートに対応してるんで Android のゲーミングスマホを選んでるっていう方もいらっしゃるかもしれませんからね。まあ、ディスプレイに関しての違いはこんなもんでしょうか。続きましてカメラ、通常の12がデュアルレンズカメラ、そしてフラグシップのプロモデルはトリプルレンズカメラになると言われてます。まあ、これは現行モデルと一緒ですね。で、Apple は AR 技術にめちゃくちゃ力入れてますので、通常モデルにも、プロモデルにも今年 iPad Pro に搭載されたライダースキャナーが装備されて、どちらも 3D カメラになると言われてます。そして今回の iPhone はですね、 4K 以上の映像撮影にも対応するため、まあ、メインの広角レンズは64MP 6400万画素、そしてプロモデルに限られるんですけども24MP の望遠レンズ、そして共通の超広角レンズは12MP になると言われてます。まあ、現行の iPhone11 シリーズよりも大きくスペックアップされるみたいですね。まあ、これは先日発売されたサムスの Galaxy S20 ウルトラなんかにもね、対抗するためだとは思いますが、ウルトラはですね 108MP、まあ、1億800万画素ととんでもないスペックになってますからね。カメラ自体は現行レンズと同じ、通常モデルは広角と超広角レンズ、そしてプロモデルはそれに望遠レンズが追加されたモデルになると言われてます。そして確定ではないんですけど、プロの方はですね 4K の 240fps のスローモーション撮影にも対応すると言われてます。まあ、ここはですね iPhone で多彩な動画を撮影するクリエイターにとっては、まあ、嬉しいポイントかもしれませんね。そしてラム、通常の12モデルはですね現行モデルと同じ 4GB、 そしてプロモデルは 6GB に対応すると言われてます。まあ、より多くのコンテンツやタスクをこなすためにプロモデルを選ぶ方も多いと思いますので、この辺は妥当な差別化ですね。まあ、ネットサーフィンだとかちょっとしたゲームだとか決まったコンテンツを楽しむ方にとっては、まあ、ここもそこまで気にしなくてもいいかな。まあ、プロはカメラ性能がよく、その iPhone でですね中には映像編集なんかもね、される方もいらっしゃるかもしれませんし、 Adobe のねクリエイティブクラウドアプリなんかをねよく使われる方にとっては 6GB モデルを選んだ方がいいかもしれませんね。そしてストレージ、通常の12モデルはですね 128GB と、そして 256GB のこの2つになると言われてます。そしてハイエンドのプロモデルはですね 128、256、 そして最大 512GB のねストレージ構成になると言われてます。まあ、長年 iPhone 使ってるとね、どんどんアプリをインストールして結構アプリでね容量食っちゃう場合も多いので、まあ、正直 64GB は厳しくなってきたかなと。ですから最低ストレージが128にアップするのはこれは嬉しいポイントですね。まあ、僕はそんなに iPhone に動画をめちゃくちゃダウンロードしたりだとか重たい動画データを残したりはあまりしないので、すぐパソコンに移しちゃうので、まあ、128GB あればしばらくは大丈夫かな。そして通信規格、今年の iPhone12 は 5G が目玉ではございますが、この 5G に関しても通常モデルとフラグシップモデルで差別化があるみたいです。プロモデルはサブ6とミリ波の両方に対応、そして通常の12モデルはですねサブ6のみに対応すると言われてます。ただですね 5G はまだ使用範囲が非常に狭く、まあ、今後各キャリアがどこまでこのサービス提供を拡大していくかによるんですけど、まあ、実用的になるまでは 2,3 年かかるとも言われてますのでね。ただこの 2,3 年後には新しいスマホを買い替えるだろうと検討してる方はですね、そこまでこだわらなくてもいいのかなと思います。めちゃくちゃ都心部だとかビジネス街に近いところに住む方はですねいち早く対応する可能性が高いので、まあ、そういった方はですねプロモデルを選ぶ方が、まあ、価値はあるのかも。そして本体なんですけど、本体は現行モデルと同じ、通常モデルはアルミ素材、フラグシップのプロモデルはステンレス素材となりそうです。まあ、アルミの方が細かい擦り傷とか目立ちにくい感じですし、でも誰だったっけな、昔 iPhone がステンレス使われてた時にスティーブ・ジョブズだったっけな、ジョナサン・アイブだったっけな、傷ついたステンレスはめちゃくちゃ美しいってねおっしゃってましたんで、まあ、これは好きな方を選んでくださいっていう感じですね。そして耐水性、ここはですねアップグレードされるっていう話は出てきてませんが、まあ、もし差別化が行われるんであれば現行モデルと同じように通常モデルは IP67 等級、そしてフラグシップのプロモデルは IP68 等級になりそうですね。まあ、どちらも防塵防水規格で、防塵に関してはどちらも最高レベルなんですけど、で一番最後のこの7とか8っていうのが防水規格の等級なんですけども、一応7はですね水に浸かっても大丈夫、8は潜水状態を維持しても大丈夫っていうね、ちょっと大雑把ですけどこのような定義がございます。ただですね詳細な性能に関してはメーカーやその製品によって異なるわけなんですよね。例えば Apple の iPhone はですね IP67 等級は2メートルの深さで30分浸水しても大丈夫、
そして IP68 は4メートルの深さで30分浸水しても大丈夫と、まあ、このような耐水性能の定義になっております。ちなみに iPhone のプロシリーズと同じ IP68 等級を持つ Apple Watch はですね、まあ、50メートルの深さでも耐えられると定義されております。まあ、ですからメーカーとか製品によってこの耐水性能っていうのは若干異なるんですよね。まあ、サーフィンとかダイビングとかね、海とかのアグレッシブな環境で使わない限りは、まあ、どちらを選んでも大丈夫なのかなと思います。まあ、お風呂でよく使うっていう方は一応68等級選んどいた方がいいかもしれませんね。というわけで現状リークされている iPhone12 シリーズの情報をまとめますと、まあ、プロと通常モデルの大きな違いはこんな感じ。特に大きな違いをまとめますと、まあ、本体のサイズ、リフレッシュレート、まあ、RAM の容量、ストレージのラインナップ、そして通信規格の差別化、まあ、この辺が目立ちますね。まあ、特にスマホゲームユーザーなんかにとってはこの 120Hz のリフレッシュレートっていうのは非常に魅力的ですよね。対応してるゲームはパソコンなんかでも人気のゲームが多いですし、まあ、RAM やストレージは使用用途によりますかね。5G に関してはそんなに急いでねミリ波モデルを選ばなくても、この iPhone12 シリーズが発売されるタイミングで各キャリアのサービス展開状況を確認してそれから判断してもいいと思います。まあ、自分の活用範囲が提供されてたり早期に対応する可能性が高い場合は買い替える価値はありますし、まだ時間かかりそうなら来年とかその再来年モデルでもいいかもしれませんね。そして僕みたいにあんまりねスマホでゲームせず、まあ、iPad とかはねテザリングだとかそのセルラーモデルで一緒に持ち歩いて活用する人にとっては新しい 5.4 インチサイズっていうのは非常に魅力的に映りますね。まだこういうモデルになるって確定したわけじゃないですし、他にも細かい部分で差別化行われると思いますので、まあ、発売までまだ時間たっぷりありますからね、まあ、その間に自分の使用用途とか環境をしっかり見直した上で選ぶのがベストだと思います。ちなみにこの話を聞いて皆さんはどのモデルを選びたいですか？コメント欄でぜひ教えてください。参考になりましたら高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画には遊びに来てください。バイオツ。